ぽにょぽにょを飼い始めました。そんなわけで、ぽにょぽにょの育成ゲームを始めていきたいと思います。いやさすがにぽにょぽにょはないんじゃない？いくらなんでもぽにょぽにょはひどすぎるでしょ。じゃあへにょへにょにする？別にその二択のどちらかだったら許容範囲ではあるけど。私はプニプニの方が可愛くて好きだからな。いやそこはどうでもよくて、これはどういうゲームなの？ああ、これはスライムを育成していくゲームだよ。グロや残酷要素もあるよ。スライムを育成するゲームがグロってどういうことよ。タイトル画面で安心させるんじゃねえよ。このゲームはタイトルの通り、ポセポセを飼うゲームです。あなたはこの生き物に対して何か一つ、行動をすることができます。何をするかは、出てくる選択肢の中から選んでください。どのような行動をするかで結末が変わり、4日目にエンディングを迎えます。それでは、どうぞ楽しんで。ふむ、4日でエンディングが迎えられるんだね。その4日間でスライムを最強にしろというわけか。ステータスを向上させる方の育成だったの？でも、お願いだからいい子に育ってほしいよ。目を覚ますと、あなたは知らない部屋にいました。自分はなぜこんなところにいるのか。考えても記憶がすっぽりと抜けてしまったみたいで、何も思い出せません。この部屋にはドアも窓もないので、出ることもできません。さらに携帯も持っておらず、助けを呼べる手段もない。これからどうしたらいいのか。目をやると、机の上にパンが置いてあります。手に取ろうと机に近づいた瞬間。他にも生存者が隠れてたのか？それはそれで嫌だけども。机の下から物音がしました。何か生き物が動いたような音。恐る恐る下を覗こうとすると、黒い物体が飛び出しました。スライムちゃん来たー。でもスライムで黒色って珍しくないか？確かに、スライムって青とか緑とかのイメージだ。それに目の大きさも左右非対称だし、ちょっと不気味な感じ。小さくてぷよぷよしたスライムのような生き物。しかし、向こうは決して襲うともせず、ただじっと見つめている。そこであなたは、この生き物がパンを見ていることに気がつきます。そこであなたはそのパンを。なるほど、ここで最初の選択肢か。パンをスライムにあげるか、否か。そんなにパンを見つめてるなら、あげたくなっちゃうけど、ここは慎重に考えた方がいいんだよね。でも、パンをあげることで好感度が上がるんじゃない？好感度を上げておけば襲われることもないだろうしさ。確かに、あげなくて後々恨まれても嫌だからな。まあパンの半分ぐらい分けてあげても良さそうだね。いや、2割ぐらいしか分けないよ。初日から半分もパンがもらえるなんて思うなよ。なんだこいつ。あなたはパンをちぎってその生き物に分け与えました。その生き物はゆっくりと食べ始めました。そして、あなたも残ったパンを食べました。何の変哲もない普通のパンです。脱出不可能な部屋で謎の生き物と2人っきり。こうしてあなたと奴の奇妙な生活が始まったのです。ということで、1日目は無事に終了と。いやー、スラちゃんがどう育っていくのか気になりますね。まあちょっとパンをあげただけだし、そこまで大きくはならないでしょ。てか、こういうスライムって触っても大丈夫なのか？スライムによっては溶かしてくる奴もいるからね。あなたはゆっくりと目を覚ましました。昨日は脱出できる方法がないか探して、いつの間にか疲れて寝てしまったみたいです。しかし、こんなに探してもあなたは脱出方法を見つけることはできませんでした。最初に壁を調べましたが、壁に脱出口もなく、分厚くて壊れそうにありません。周りにあるのはベッド、椅子、机といった基本的な家具、それとなぜかおもちゃが置いてありましたが、あまり役に立ちそうにありません。大声を出して助けを呼びましたが、外から返事もなく全く声が届いてなさそうです。この部屋自体も謎でしたが、あなたが一番気にしていたのはやはりあの生き物です。昨日あなたは奴に警戒しながら探索しましたが、奴はただじっとしているのでした。そういえば今どこにいるのか、あたりをキョロキョロすると、あなたは奴が部屋の隅でおとなしくしているのを見つけました。あれ、ちょっとだけ大きくなってない？タイルの大きさと比べると、小型動物ぐらいには成長してないか？さすがにこの大きさは危険度が増してくるよ。でも、部屋の隅でおとなしくしてたんだね。もうこいつにはペットとしての意識が芽生えてきたんじゃないか？いや、俺たちはすでに家族になったのだ。スライムと仲良くするのはいいんだけど、一体どこに閉じ込められちゃってるの？うむ、そこら辺の情報が皆無なのよね。しかし、昨日と少し様子が違うようです。あなたがパンをあげたからでしょうか？すると、あなたは自分がお腹が空いていることに気がつきます。昨日はパン1個しか食べてないので当然です。ですが、机に置いてあったパンはすでに食べきってしまいました。このまま自分は飢えて死ぬのかとも思いましたが、その心配はなさそうです。おい主人公、お前まさかスライムを、2日目にしてスライムで空腹を満たすつもりは違った。なぜなら机の上に今度はハンバーグとサラダとスープなど、ごちそうが並べてあったからです。昨日までは絶対になかったのに、いつの間に用意していたのかもわからない食事に抵抗もありましたが、あまりの空腹で思わず手をつけることにしました。今度のご飯はとても美味しく、特に変わったものも入っていません。あなたが食事を続けていると、机の上に奴が飛び乗ってきました。どうやら食べ物を欲しがっているようです。
そこであなたは、また食事をあげるかどうかの選択か。でも、ハンバーグかサラダのどちらかを選ぶみたいだよ。これ、この選択肢、もしかしてさ、肉食か草食かを決める選択肢とかじゃない？なるほど、確かにそれはありそう。それに、メインのハンバーグをあげるという選択肢は選べないしな。お前、さっきこのスライムを家族とか言ってたよな。でも、肉をあげて凶暴化されたら困るし、サラダの方が良さそう。すっごくサラダを食べたいんだけど、仕方ないからサラダをあげようか。あなたはサラダをやつに分けることにしました。レタスとハムをやつの前に置いてみます。するとやつはハムの実をゆっくりと食べ、レタスは残したままでした。どうやら食べ物にも好みがあるそうです。あなたは残った料理を食べましたが、奴は食事の邪魔をすることもなく、机の上であなたを見つめています。今のところ害はなさそうですが、早く脱出しなくては。食べてるところを見守ってくれるなんて、可愛い奴だぜまったく。違うよ、多分あんたを食べようと見つめてたんじゃない？まだ体の大きさ的に無理だから、機会を伺ってるんだよ。ははは、まさかね、ははは、でもハムしか食べなかったってことは、もうすでに肉食だっていうことだよ。目を覚ますと今までと変わらない景色が広がっています。もう3日も経つのに、あなたが分かっている情報はほとんどありません。自分がどこにいるのかも謎ですが、なぜ閉じ込められているかも不明のままです。何せ閉じ込めた犯人から何の要求もありませんし、姿すら見せないのです。そしてもう一つ謎が、それは奴が少しずつ姿が変わっているのです。おお、タコさんウインナーみたいになってますね。そろそろ成長が止まってくれてもいいのよ。ああ、日に日に大きくなっていってるよ。こいつは主人公のことをどう思ってるんだろ。そりゃあ、愛しいご主人と思ってるよ。てか、こいつ焼いたら完全にタコさんウインナーになるんでない？だからこいつを食べようとするんじゃねえよ。ご飯をあげたせいかどんどん大きくなって、30センチほどまで大きくなりました。しかし、このままでは脱出する情報は何も得られません。このままではいけないと思い、あなたは思考を巡らせました。この部屋で特に変わったものといえばこの謎の生き物。ひょっとしたら、奴が脱出する鍵を握っているかもしれないと考えました。うまく奴とコミュニケーションを取れれば、奴はじりじりとあなたに近づいてきます。そして、まるで遊んで欲しそうにじっとあなたを見つめるのでした。ちょうどこの部屋にはいくつかのおもちゃがあります。そこであなたが取った行動は、えへへ、遊んで欲しそうだって、えへへ、なんだ、可愛いところもあるじゃない。でも、ぬいぐるみか風船で何かが分岐しちゃうの？ふむ、この子にも遊びたいおもちゃがあるということか。それならやっぱり風船っしょ。いやいや、風船よりぬいぐるみじゃない？ぬいぐるみをあげた方が優しい子になりそうだし。あてね、起こりうるのはその逆だよ。ええ、もしぬいぐるみがクマとか凶暴なやつだったらやばいことになるよ。そっか、そのぬいぐるみに影響されちゃうのか。それなら風船にしとこうか。あなたは風船を膨らませて、その生き物の目の前に投げてみました。するとやつは風船に近づきました。どうやら興味を示しているそうです。その後、やつはぴょんと風船に飛び乗り、重みで風船が破裂してしまいました。やつは大きな音にびっくりして気絶してしまったようです。ああ、スラちゃーん。ごめんよスラちゃん、そんな繊細な生き物だったなんて。これ、結構やばい状況な気がする。絶対にこのことで恨みを買っちゃったやつだよこれ。いやいや、まさか、まさかねえ。あなたはやつをつついたりしてみましたが、その日起きることはありませんでした。そんなわけで、エンディングの日を迎えました。果たしてどんなエンディングに分岐しているのだろうか。ご飯だってあげた、一緒に遊びもした。だからハッピーエンドになってお願い。目を覚ますと今までと変わらない景色。まるで同じ悪夢を繰り返しているような感覚。いやひょっとしたら、今まで閉じ込められていたというのは、本当は夢だったのかもしれない。これが夢だとしたら、不思議な現象にも説明がつく。そして何かしらの原因で、現実の自分は眠ったままなのかもしれない。すると夢の世界を現実と今まで勘違いしていたのか。あなたはそんなことを考えました。そんな時です。奴があなたの目の前に現れました。ほえー、何よその口、なんでそんな物騒な口に変化してるのよ。君は私たちの味方なんだよね。もちろん、だって俺たちは家族なのだから。スライム様、そうですよね。急に腰引く。姿は変わっていますが、おそらく今まで一緒にいた生き物でしょう。なんだか不気味な姿だなぁと、あなたは奴をまじまじと見つめました。すると次の瞬間。はわわ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 、おいおいスライム、遊んでほしいのかよあはは。ねえ、そんな雰囲気じゃないよね。これ完全に主人公のこと殺しに来てるよね。いきなり目の前に奴が飛びかかってきました。払いのけようとしましたが、ぴったり顔に張り付いて取り除くことができません。すると今度はスルスルと口の中に入っていきます。まるでドロドロの塊を無理やり口に押し込まれているようでした。息ができず、あなたはただ苦しむことしかできません。ゴくん、あなたは急に首元の苦しさがなくなりました。どうやら奴をすべて飲み込んでしまったようです。しかも、あんなに大きなものを飲み込んだのに、不思議とお腹は苦しくありません。あなたは一体何が起こったんだと困惑しました。すると、
今度は突然目の前がぼやけてきました。あなたは思わず前に倒れ込んでしまいます。次第に体全体も重くなっていき、言うことを聞きません。それなのに手足は勝手に動き出し、ゆっくりと起き上がるのです。あの、これもしかして乗っ取られてる？スラちゃんと体が一体化しちゃってる？ああ、やっぱりこうなっちゃうんだ。野菜を食べないスライムなんて信用できないんだ。わかる、好き嫌いのあるスライムとか聞いたことないよ。まるで誰かに糸で操られているようでした。いえ、この場合は本当に体を支配されて操られていたのでしょう。このままではいけないと思いつつも、時間が経つにつれてどんどん視界が暗くなっていき、意識が薄れていきます。あなたは必死に抵抗しようとしましたが、最後には真っ暗闇の中、あなたの人生はここで終わりました。そんなわけで、スラちゃんに寄生されちゃいましたね。本当に主が大好きなんだからもう、そんな可愛らしいものではなかったよ。やっぱり、あの時気絶しちゃったのがダメだったのかな。ちなみに、全部で6種類のエンディングが用意されていて、このゲームの真実も用意されてるよん。好評だったら続きをやろうかなと思っております。なるほど、6つあるうちのバッドエンドに行き着いちゃったんだ。スライムとほのぼのクラスエンドが見たかったな。あ、この6つは全てバッドエンドしか用意されてないよ。ええー。